これだって池袋ジャム池袋ジャムという企画なんですね。一緒にやってやってもいいぜっていう方いらっしゃいましたら、お貸しできる楽器をステージ上に置いてますので、ギターベースどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうます。ベースを持つさんでした。こんな感じでやってますので、一緒にやってやってもいいぜっていう方いらっしゃいましたら、やるも自由、やらないも自由でやってますので、僕の方にお名前言っていただけると池袋ジャム楽団員に、本日の池袋ジャム楽団員になってしまうというシステムでやってますので。何かしら一緒にできたら楽しいんじゃないかな。基本的にやってる方が楽しいってことになってまして、うるさくならないようにだけ気をつけてやってますので、ご理解いただければありがたいですという企画池袋ジャム。この後1時ぐらいから、八木えいみさんっていう、ジャズボーカルの、ライブがあるんですが、それまでの間まだ、50分ぐらいありますので、一緒にやってやってもいいぜという方がいらっしゃいましたら、何かしら一緒にできたら、ベースギター募集です。何かしら一緒にできたら楽しいんじゃないかなと
思っております。池袋ジャム、的なことを喋ってるので、何かしら次の曲が決まるといいんですが、なかなか伊豆の体操ってないとやりづらかったりはすると思うんですが、まあそれっぽいことやってればいいんじゃないかなと。じゃあチキンやりましょうか。じゃあ次はピーウィーエリスのチキン、ザ・チキンという、ボーカルから変わりましてベース高橋シンシン、たっぷりめにヒットをやってて、
すげえ違和感があってさみたいな感じでやってる。今は P. エリスのチキンっていう曲を僕は頑張ってテーマを吹く。これ順繰りなんかそれぞれがフューチャーされる時間が回ってくるんですが、僕とか割とソロはやりたくないタイプの人でテーマだけ吹ければいいかなという人なんですが、その感じでやってもらってもいいですし、何かしらできることをやってほしい。逆にソロだけやりたいっていう人はテーマとか知らない曲でも入ってもらってソロだけやってもらっても構わないです。僕はどっちかというとタラッタッタッタッだけ吹ければいいかなっていうタイプなので、それぞれの楽しみ方があるんじゃないかなと思っております。これが池袋ジャムっていう企画で、リハとかじゃなくて本番こんな感じでやってますので、一緒にやってやってもいいぜって方は僕の方にお名前言っていただけると本日の池袋ジャム楽団になってしまうというシステムでやってますので、ぜひぜひ。いえ、そのままそれで BGM でやっていただきます。まるのうちサディスティック俺歌えるぜって方は歌ってもらっても変わらないですし、ボイパで俺入れるぜってことはボイパで入ってもらっていいです。途中で抜けてもらってもいいですし、やってみたいなって方いらっしゃいましたら僕の方にお名前言っていただけると何かしら一緒にできたら楽しいんじゃないかなと思ってます。歌うでもいいですし、僕の方にお名前言っていただければ何かしら一緒にやれる雰囲気になるんじゃないかなと思います。このあと1時からは八木恵美さん、ピアノ友田純デュオの、ジャズライブ、ジャズというか、ね、ライブの時間になるんですが、それまで大体まだあと30分40分ぐらい時間ありますので、一緒にやってもいいぜって方がいらっしゃいましたら、何かしら一緒にやってもらえるといいんじゃないかなと。こんな感じでずっと続いていきますので、いや、これがこういう本番になってますっていうプロジェクト。いただければ椎名林檎の丸の内サディスティック的な感じのことをやっていきました。なんか、知ってる曲なんとなくやって、なんとなく周りが知ってるふりしてついていけばいいかなと思ってます。一緒にやってみるって方いらっしゃいましたら、こんな感じでやっております。もったいないフリーマーケットさんやってる日曜日にいつもステージをお借りしてやってまして、お貸しできる楽器、ギター、ベース、ドラム、キーボード、サックス、トランペット、バイオリンぐらいのものが置いてますので、一緒にやってもいいぜって方がいらっしゃいましたら、僕の方にお名前言っていただけると、本日の池袋ジャム楽団になってしまうという、地獄のシステムでやってますので、ご興味ある方、いらっしゃいましたら、お名前言っていただければなと思っております。この後1時から13時からは、八木恵美、友田純のライブになるんですが、その後、3、40分ライブがあった後、また、こんな感じで時間空いてるから誰か何かやってよっていう状態になってます。その後16時から、マホガニオルガンオールスターズ、17時から、タクト大川バンド、18時からモンゴロイドユニオン、19時から、石毛京子、作詞石毛京子さんのバンドのライブがあります。お時間ある方いらっしゃいましたら遊びに来ていただければなと思っております。
地獄の感情を一緒に味わってやってもいいぜという方いらっしゃいましたら、ステージ上に来て僕の方にお名前言っていただけると、本日の池袋ジャム楽団になってしまうという地獄のシステム、あとでこの動画を YouTube に上げられるという ひどい周知をされる池袋ジャムですが、一緒にやってやってもいいぜという方いらっしゃいましたら、お貸しできればギター、ベース、ドラム、キーボード、サックス、トランペット、バイオリンぐらいのものは置いてますから、何かしら一緒にできたら楽しいんじゃないかなと。この後1時から13時からは八木えいみさんのライブになるんですが、それまでの間まだあと30分ぐらいかな、 2,3 曲やろうと思えばできるんじゃないかなと思います。練習してる感じみたいなのが本番になるので、結構じゃ一緒にやってやってもいいぜという方いらっしゃいましたら、僕の方にお名前言っていただけると非常にありがたい感じになっております。これもったいないフリーマーケットさんやってる日曜日にいつもやらせてもらってまして、次回は7月9日かな、9日の日曜日、8月は13日の日曜日にまたやってますので、これ、こうやって飛び入り参加者だけでやってる池袋ジャンプっていう企画 と、あとバンドのライブばっかずっとやってる池袋ラボっていう企画、それは来週18日の日曜日にやってますので、12時ぐらいからずっと8時ぐらいまでライブを順繰りやっていく、7、8バンド出るかな、7バンドぐらい出ますので、お時間ある方いらっしゃいましたら、西口公園楽しいじゃないかっていう方いらっしゃいましたら、Facebook ページにいいねとかしておいていただけると、また公園借りやすくなるかなと思っておりますので、ぜひぜひご興味ある方いらっしゃいましたら、お名前、僕の方に言っていただけると助かります。みたいな感じで、この後13時から、八木えいみさん、友田純さんの、デュオですね、ボーカルとピアノとデュオのライブになりますので、お時間ある方いらっしゃいましたら足止めてっていただければなと思ってるんですが、まだ30分ぐらい時間ありますので、俺が代わりに何かやってやるよっていう方いらっしゃいましたら、僕の方にお名前言っていただけると、本日の池袋ジャム拡大になって、この場を賑やかすという中国のシステムになってますので、一緒にやってもいいぜっていう方いらっしゃいましたら、声かけていただければなと思っております。池袋ジャム、なんかいけそうな曲ありましたらやっていただいて、無理してやんなくても大丈夫なので、
Thank you.
みたいな感じで、いや今のコード3つをずっと繰り返してたら誰かが何とかするっていう感じでやってます。これ一緒にやってもいいぜって方いらっしゃいました。基本的にやってる方が楽しい企画になってまして、俺でも一緒にやってもいいぜっていう方いらっしゃいましたら、僕の方にお名前言っていただけると本日の池袋ジャム学内になってしまうという地獄のシステムでやっております。池袋ジャム、そこでビデオ撮ってるやつは後で YouTube に上げるっていう嫌がらせをしますので、それだけ気にしない方はステージ上がってもらって構いません。お貸しできるギター、ベース、ドラム、キーボード、サックス、トランペット、バイオリン、コンガ、ボンゴぐらいのものが置いてますので、一緒にやってみるぜという方がいらっしゃいましたらお名前言っていただけると、本日の池袋ジャム楽団になってしまうという同意でやっております。池袋ジャム、この後1時からは八木エイミ、友田純のデュオのライブになるんですが、それまでの間まだ20分ぐらいありますので、何かしら誰かしらやっていただければいいんじゃないかなと。なんとなくやれそうなことを探して、お、鍵盤いらっしゃいましたね。鍵盤いらっしゃいました、鍵盤山本和志さん、もう結構来ていただいて、
合図見てなかったな、話聞いてなかったなみたいなのを見ながら、とりあえずいい演奏聞くっていうよりはあいつがどんなことやってんのかなっていうのを探りながら見ていただけると楽しめるんじゃないかな、むしろやれば楽しいんじゃないかなと思ってます。一緒にやってやってもいいぜっていう方いらっしゃいましたら僕の方にお名前言っていただけると、本日の池袋ジャム楽団になってしまうという地獄のシステムでやっております。池袋ジャム肩巻き上がります。頑張ったら今日はみたいな感じでやってますので、俺もやってやるぜ、俺の方がいいソロ弾くぜみたいな方いらっしゃいました。何かしらできたら楽しいんじゃないかなと思ってます。この後、1時過ぎぐらいから、八木恵美さん、友田純さんのデュオ、歌とピアノですのデュオのライブになるんですが、それまでの間まだちょっと遅れてる情報ありましたね。あと20分30分ぐらいは多分2曲かな3曲かな、やるならやる、別にやんなくても僕がキラーチューンを CD かけるだけなので大丈夫みたいな感じです。一緒にやって、俺あの曲歌えるんだけどみたいな方いらっしゃいましたら、何かしら一緒にできたら楽しいんじゃないかな。基本的に気持ちの問題なので、何やっちゃダメとかは基本的にないので、俺もやってやるぜって方いらっしゃいましたら、僕の方のお名前言っていただけると非常に助かりますという感じで、喋ってる間に鍵盤の方は割ともう一人でがっちりやってもらえるっていう聞いてます。僕は鍵盤の人は一人でなんとかできる、左手でベース弾いてメロディー右手で弾けるんだって聞いてます。何かしらおしゃれなのやっていただければな、一緒にやってやってもいいぜってことでいらっしゃいました、僕の方にお名前言っていただけると本日の池袋ジャム楽団になってしまう地獄のシステムでやってますので、この後1時から、1時ちょい過ぎぐらいかな、八木恵美さんのライブになるんですが、その後また2時手前ぐらいから池袋ジャムの時間が2時間ぐらいあって、その後16時から、マホガニオルガンオールスターズ、17時から、タクトウォーカーバンド、今ギター弾いてくれてたタクトウォーカーさんが今リハーサルスタジオの方に向かったので、あとでがっちりやってもらう6人編成かな、サックス、ギター、ベース、キーボード、ドラム、パーカッションみたいなバンド、タクトウォーカーバンドが17時から、18時からは、モンゴロイドユニオン、19時からは、サックスの石毛京子さんのバンドがありますので、お時間ある方足止めていっていただければなと思っております。石袋ジャムどうしようってられるか、イエー、キーボード山本和志、
これやってる方が一番楽しいタイプの曲をやりましたけど。これこういう感じでやってますね。一緒にやってやってもいいぜっていう方がいらっしゃいました。今一番やってる方が楽しいタイプの曲です。みたいな感じでやってますので、一緒にやってやってもいいぜって方がいらっしゃいましたら、僕の方にお名前言っていただけると何かしら、本日の池袋ジャム楽団になってしまう。僕はあんまりドレミ分かんないタイプなので、このドレミがない楽器を使ってます。そういうのが使いたい方は僕のとこ名前言っていただければ、本日の池袋ジャム楽団になってしまうというシステムでやっております。池袋ジャム、この後、もうちょっと BGM やっておいていただいて、ヤギエミさんちょっと遅れてるみたいな。この後準備できちゃい、ヤギエミさんという方のライブになるんですが、それが、まあ、30分、40分くらいかな、ライブがあった後、また池袋ジャム、この地獄の感じ、僕の方にお名前言っていただいた人が池袋ジャム楽団になって、何かしら曲っぽいことができたら楽しいんじゃないかなっていうシステムでやっていく地獄、池袋ジャム。そこで動画撮ってるやつを後で YouTube に上げたりしますので、失敗しても、あれ恥ずかしかったなって思わない、いや俺ディレイかけたもんなんだ思わない感じに、過ごしていける、心が強くなって生きていければなと、そう願っております。池袋ジャム、じゃあそのままちょっとブルースやっていただきましょうかね。こんな感じで、いわゆるブルース進行、なんか5度4度上がってだ、5度上がってだみたいな定番の進行でやってみてもいいですし、その場で曲作ってもらってもいいですし、ドレミ関係ない、さっきみたいなドレミ関係ないやつやってもらってもいいですし、何かしら一緒にできたら楽しいんじゃないかな。今ステージ前になんか白い布貼ってあるやつも、絵の具とかお貸しするので、一緒に何か絵描けたら楽しいんじゃないかな。何かしらみんなで一緒にやろうよっていう、やってる方が楽しいんじゃないかなっていう企画になっております。池袋ジャム、一緒にやってやってもいいぜって方がいらっしゃいましたら、もったいないフリーマーケットさんやってる日曜日にいつもステージをお借りしてやってまして、次回は、7月の9日の日曜日、またこんな感じでやってますので、今日はあれだけど次回だ、次回までに俺ギター買ってくるぜって方がいらっしゃいましたら、Facebookとかありますので、池袋ジャムで検索して、次の日程とか見ていただければいいんじゃないかなと思っております。全然途中とかで入ってもらっても大丈夫なんで、ちなみにこのキーを何でやってるんですか。 C、 キー C でやってれば、 C の音を出しておけばなんとかなる。
バン山本和志、ドラム山本寛介、くしくもどちらも山本さんでした。山本和志みたいな感じでやってます。池袋ジャム、今のブルースのブルースっていう進行があって、大体同じなんですブルースっていうと、大体似たような音を出せばなんとかなるっていう。一緒にやってやってもいいぜっていう方いらっしゃいましたら、何かしら一緒にできたら楽しいんじゃないかなっていう企画になっております。池袋ジャム、この後、八木恵美さん準備できて、八木恵美、友田純デュオのライブの時間になるんですが、こんな感じで月1回ぐらい、ステージ上にお貸しできる楽器を置いておいたら誰か何かやるんじゃないかなっていう企画になってまして、池袋ジャムっていう、Facebook ページとかありますので、次だったら俺出てやってもいいかなっていう方いらっしゃいましたら、なんか Facebook ページにいいねしていただいたりすると、次また開催が決まりやすいかなと思っております。ステージの前に白い布貼ってあるやつも、なんかみんなで絵描けたら楽しいんじゃないかなっていう、みんなで一緒になんかやろうよっていう、別に知らない人でもいいじゃないかっていう企画になってまして、何かしら一緒にできたら楽しいんじゃないかな、そういうコミュニケーションを取っていけたら楽しいんじゃないかなという企画になってますので、ご興味ある方いらっしゃいましたら僕の方にお名前言っていただけると、本日の池袋ジャム拡大になってしまうという地獄のシステムでやってますので、お貸しできるギター、ベース、ドラム、キーボード、マイク、サックス、トランペット、バイオリンぐらいのものを置いてます。コンガ、ボンゴぐらいのものを置いてます。一緒にやってもいいぜという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひステージ上がってみていただければなと。なんか上がって、喋るでもいいですし、なんかそれっぽくこうやってドラムが叩いておいてくれれば、喋ってる感じでもなんかラップしてるかのような感じにもなるでしょうし、ドラム山本寛介、俺これできるんだけどっていうのがあったらなんかやっといてもらえると、イエー、じゃあそのままそれ続けていただいて、キーボード山本寛介、ドラム山本寛介でお送りしていこうと思います。We'll be right back.
キーボード山本和志チックボリアのスペインをやってだいぶ上手いと他の人が入りづらいかもしれないですけど、まあ、一緒にやっていってもいいぜって方いらっしゃいました、ステージ上がってもらって僕の方お名前言っていただければ本日の池袋ジャム楽団になってしまうというシステムでやってますので、そこのステージ前に、書いてある布を敷いてある布に絵描いたりしてるのもみんなで一緒に絵描けたら楽しいんじゃないかなっていう感じでやってますので、まあ、服に絵の具ついちゃったりとかしますが、それはそれで楽しいんじゃないかな。あそこのお姉さんなんかもうすげえ絵の具いっぱいついてる、そういういい楽しく日々過ごせるんじゃないかなと思います。一緒にやってやってもいいぜっていう方いらっしゃいましたね。何かしらみんなでやろうよっていう企画になってます。この後、準備できて八木えいみさんのライブになるんですが、それまでのもうちょっと時間あるかなと思います。なんか一曲繋いどいていただければありがたいです。その後八木えいみさんのライブが30分40分くらいかな、やった後また2時ぐらいからこの池袋ジャムっていう企画になってまして、また4時ぐらいまで2時間ぐらい誰がやってもいいよって僕の方にお名前言っていただければ本日の池袋ジャム楽団になってしまうよっていう感じでやってますので、その後16時からはマホガニオルガンオールスターズ、オルガンサックスドラムのバンドですね。その後、タクトオーカーバンド、サックスギターベースキーボードドラムパーカッションのバンド、割とフュージョンラテンフュージョン系かなのバンド、ジャズ系のライブになります。その後18時からモンゴロイドユニオン、これもインストのバンド、インストルメンタル、歌がない楽器でやるバンドのライブ。その後19時からサックスの石毛京子さんっていう方のリーダーのバンドになります。お時間ある方いらっしゃいましたら足止めてていただければと思います。引き続き池袋のジャムバンド BTM で繋いでおいてください。
Thank you.
Thank you.